グルタミンシンテターゼ、または、グルタミン合成酵素は、窒素の代謝に、必須の役割を果たす酵素で、グルタミン酸とアンモニアの縮合によって、グルタミンを合成する反応を触媒する。グルタミン酸 ATP アンモニアグルタミン、a d p リン酸グルタミンシンテターゼは、硝酸イオンの還元、アミノ酸の分解、光呼吸によって生じたアンモニアを利用する。グルタミンのアミド元が、 グルタミンを経由するの代謝産物を合成する際の窒素源となる。アンモニウムイオンと水分子の競合、それらの結合親和性、アンモニウムイオンの濃度はグルタミンの合成と加水分解に影響を与える。アンモニウムイオンがアシェルリン酸中間体を攻撃した時にはグルタミンが形成され、水分子が攻撃した時にはグルタミン酸が再形成される。 カチオンとフに帯電したポケットの間の静電的な力のため、アンモニウムイオンは水分子よりも強く GS へ結合する。他の反応としては、アンモニウムイオンではなく、ヒドロキシルアミンが GS に結合し、ガンマグルタミルヒドロキサム酸が生じる反応が考えられる。グルタミンシンテターゼの12のサブユニット。GS は8、10、 または12の同一のサブユニットから構成され、2層のリング構造が互いに向かい合って結合した形状をしている。最近の GS は12両体であり、それぞれのモノマーカーに計12個の活性部位が存在する。各活性部位は3つの異なる気質の結合部位となるトンネルを形成している。このトンネルは中央部がくびれたバイフネル構造であり、 バイフネルの長部が外部への開口部となっており、そこに ATP が結合する。そして、グルタミン酸は底部に結合する。バイフネルの中央部には、ニカカチオンの結合部位が2つ存在する。1つは ATP からグルタミン酸へのリン酸元の転移に関与しており、もう1つは GS の活性型構造を安定させて、グルタミン酸の結合を助けている。 GS の2層のリング間の結合は、水素結合と疎水的相互作用によって保たれている。各サブユニットの C 末端領域が、反対側のリングの向かい合ったサブユニットの疎水的領域に入り込み、GS の構造を安定化している。加えて、リングの中央部のチャンネルは、リングの両側のサブユニットで形成された4枚の逆平行 β シート構造が6つ並ぶことで、 合成されている。GS はグルタミン酸とアンモニアの ATP 依存的な縮合反応によるグルタミンの合成を触媒する。ATP の加水分解は競争的な2段階反応の1段階目を駆動する。ATP はグルタミン酸をリン酸化して、ADP とアシルリン酸中間体であるワンマ、グルタミルリン酸を形成し、 その後に中間体がアンモニアと反応して、グルタミンと無機リン酸が形成される。ADP と無機リン酸はアンモニアが結合して、グルタミンが放出されるまで乖りしない。まず ATP は活性部位の長部のカチオン結合部位の近棒に結合し、一方グルタミン酸は活性部位の底部のカチオン結合部位の近棒に結合する。ADP の存在によって、 GS のコンフォーメーションの繊維が引き起こされ、ガンマグルタミルリン酸が安定化される。この中間体が存在している時のみ、アンモニウムイオンは GS に強く結合する。結合部位は極性的で溶媒に露出しているため、結合するのはアンモニアよりもアンモニウムイオンである。反応の2段階目では、アンモニウムイオンが脱プロトン化され、アンモニアが中間体を攻撃し、 グルタミンが形成される。リン酸は活性部位の頂部を通って移動し、グルタミンは底部を通って放出される。二方向から見た、グルタミンシンテターゼ。PDB1 ッピー GS は主に脳、腎臓、肝臓に存在する。脳の GS は、グルタミン酸の代謝調節、アンモニアの下毒、同化、神経伝達物質によるシグナルの集結と再生に関与している。 GS は脳の中で主にアストロサイトに見つかる。アストロサイトは余剰のアンモニアとグルタミン酸を取り込み、神経を興奮毒性から保護する。高アンモニア環境ではアストロサイトの主張が生じる。ある研究ではアストロサイトの形態の変化によってグルタミン酸作動性領域の周辺で GS の発現が上昇し、 高レベルのグルタミン酸とアンモニアを減少させる適応が起こることが示されている。また他の研究では、アストロサイトの主張は、グルタミンの蓄積によるものとされ、高アンモニアによる、皮質組織の水分量の増加は、エルメチオニン S するホキシーミンによって、GS を阻害することで抑制された。GS は3つの異なるクラスに分類される。植物は2つ以上のグジーンを持っており、 アイソザイムの一つは葉緑体へ移動する。他のものは細胞質に位置する。細胞質の GS の遺伝子の翻訳は5ユトアで調節されており、3ユトアは転写産物のターンオーバーに関与する。GS の3つのクラスは明らかに構造的、関連性があるが配列類似性はあまり高くない。GS の調節は幻覚生物でのみ行われる。GS は 化学的な共有結合収縮を受ける。12のサブユニットのチロシン残機に対し、2機能性の調節酵素であるアデニリルトランスフェラーゼによって、アデニリル化、脱アデニリル化の双方が行われる。アデニリル化は、タンパク質の即射に AMP を共有結合付加する翻訳語収縮である。アデニリル化には ATP を必要とし、 GS の完全な阻害には12分子の a t p が必要である。AT による脱アデニリル化はチロシン残基に結合したアデニリル元をカリン酸分解し ADP として帰りさせる。AT の活性は AT に結合した P と呼ばれる 44K ラの酸、両体調節タンパク質の影響を受ける。P もまたウリジリルトランスフェラーゼによる翻訳を受けるため、 に状態が存在する。P が、売りじりる化されていないときは P やがとなり、AT、P や複合体は GS をアデニリル化し不活性化する。P が、売りじりる化されているときはピットが当となり、AT、ピット複合体は GS を脱げアデニリル化し、活性化する。AT、P や複合体と AT、ピット複合体は、アルファケトムルタル酸とグルタミンによって、 逆方向のアロステリックな調節を受ける。グルタミンは AT、P やを活性化して AT、p ットを阻害しアデニリル化によって GS を不活性化する。さらにグルタミン酸はピット型から P や型への変換を促進する。α、ケトグルタル酸の複合体への影響はグルタミンの正反対である。グラム陰性細菌の大部分では GS は アデニリル化による就職を受ける。グルタミンシンテターゼの活性は、調節タンパク質 P の影響を受ける。GS の阻害は、大部分が、アミノ酸の結合部位に集中している。阻害剤としては、グルタミンの代謝の結果生じる、トリプトファン、ヒスチジン、カルバモイルリン酸、グルコサミンマイナス6リン酸、CTP、AMP がある。また、アラニン、 グリシンとセリンが GS のグルタミン酸結合部位に結合し GDP、AMP、ADP が ATP 結合部位に結合する。アラニン、グリシンとセリンはアデニリル化されていない GS のグルタミン酸結合部位に結合し、これら4つのアミノ酸はそれらに共通の主債の原子を利用して結合する。グルタミン酸もグルタミンの代謝酸ものであり、グルタミン酸は GS の機質であるとともに阻害も行い、GS の調節因子として機能する。核阻害剤は酵素の活性を低下させ、グルタミンの代謝産物が全ての部位に結合すると、GS の活性はほぼ完全に阻害される。阻害を行う入力シグナルが多数存在することで、体内の窒素レベルに応じた GS の繊細な調節が可能となっている。フィードバック調節には、 脳と他の組織で差異があり、脳以外の GS は、グルタミンや、その誘導体によって、フィードバック阻害を受けるが、脳の GS は阻害されない。メチオニンするホキシーミンはグルタミン酸結合部位の阻害剤として機能する。他の阻害剤としては、次のようなものがある。今日では、多くの合成阻害剤が利用可能である。大腸菌を用いた研究によって、 GS は遺伝子発現も調節されていることが明らかにされた。GS のサブユニットをコードする遺伝子はグレナである。グレナの転写はエンハンサー領域に結合する特異的転写因子 NRI に依存し NRI がリン酸化型の時転写は活性化される。NRI のリン酸化はプロテインキナーゼであるライいによって触媒される。がピアと複合体を形成しているは ホスファターゼとして機能し、NRI は脱リン酸化されて、グレナの転写は止まる。シアノバクテリアには全く異なる調節機構が存在する。上述の NTRC、NTRB に成分制御系の代わりに、シアノバクテリアは転写調節因進化を持っている。因果はこのクレードのみに存在し、GS や窒素代謝に関与する一群の遺伝子の発現を調節する。 さらに、シアノバクテリアの GS は、フィードバック阻害の感受性を向上させるための共有結合就職が行われない。代わりに、シアノバクテリアの GS は GS 不活性化因子と名付けられた低分子量タンパク質によって阻害され、異譜の転写は、無化によって、負の制御を受けている。これらの不活性化因子はさらに、ノンコーディング RNA によって調節されている。 低分子 RNA であるアイオンは、IF7 のメッセンジャー RNA の語彙と後、相互作用し、発言を低下させる。アイオンの発言は、んかによって、性の制御を受けている。加えて、IF17 の発言は、グルタミンが結合する、リボスイッチによって制御されている。ありがとうございます。